市よりピースの皆さんです。お願いします。那須塩原から参加のピースです。栃木県内各地から集まったメンバーで少人数ではありますが第1回宮よさを盛り上げ楽しみたいと思います。演舞の注目ポイントはステージを幅広く活用し後半の狩りに向かう激しい演舞にご注目ください。それではピースの皆様お願いいたします。はい、それでは私たち那須塩原市からやってまいりましたピースと申します。第1回宇都宮よさこい祭り開催おめでとうございます。去年の10月頃にお誘いいただいて、それから今日まで楽しみに練習してまいりました。今日は精一杯演舞したいと思います。で本日今日この中に、よさこい踊り子としてデビューが2名ほどそしてスポットで2名ほど、合計4人ですね。私たちのオリジナル曲巻狩りのデビューがいます。ちょっと顔は引きつってますが、ね、しっかり演舞したいと思いますので演舞が終わった時には大きな拍手よろしくお願いいたします。これから始まるのは巻狩りという曲になります。那須野ヶ原で鎌倉時代に、源頼朝が盛大に狩りを行った物語それをよさこいで披露したいと思います。それでは参ります。会場のお客様に礼。この宇都宮よさこい祭りで狩りを始めるぞ。さあ
会場のお客様へ、ね、